原油価格の高騰でガソリンが値上がりし、家計に影響が出ていますが、漁業にも影響が出始めています。気仙沼市で遠洋マグロ漁を行っている会社では、燃料代が平年と比べ 1.5 倍に膨れ上がり、大きな影響が出始めています。石油情報センターによりますと、原油価格は世界的に経済活動が再開し需要が増加したことや、減らした産油量が戻っていないことから7年ぶりの高水準となっています。これにより重油を燃料に使っている漁船の操業にも影響が出始めています。気仙沼市で遠洋マグロ船4隻を操業している勝倉漁業です。燃料代の高騰を受け、速度を落として航行し燃費を上げる努力をしているということです。約 50% ぐらいの値上がりになってるんですかね。年間3000万円ぐらいのコストアップになりますし、飲食店の休業、時短営業で、そういったのが長く続いてた影響で、だいぶその販売価格も安くなってるんですよね。気仙沼漁協によりますと、先月のマグロの取引価格は1キロ当たり平均で684円と、感染拡大前のおととしの同じ時期と比べ3割も下がっています。勝倉さんによりますと、気仙沼市内には遠洋漁業船は30隻ほどありますが、ほとんどが大きな打撃を受けていて、その傷口が塞がっていない中での燃料代の高騰です。多くの漁業関係者からは、採算が取れない、経営が非常に厳しいという声が上がっているということです。このため気仙沼市の漁業関係者で作る組合は、県内や福島、岩手の漁業組合と共同で国に支援を求めているということです。気仙沼全体の遠洋漁船に対してのコストアップとしては約9億円くらい。これまでもいろいろな補助制度があるんですけれども、それをより拡充してもらいたいっていう内容です。